本日で共通テストまであと150日。バッチリってこう思考力が大事なので共通テストの過去問が二次試験とかにも生きるんですよね。安定して9割ぐらい取れる力っていうのがやっぱ大事なのかなと。独学でかつですね、現役合格ですからね。学べるエンタメに、どうもパサゴルの先生と、どうもエンタメです、ヨスケとキクラゲと仮面街のアイナマンだ。本日はこの夏から始める共通テスト対策、イエイ。テストなんや。そうなんですよ、はいはい、このね動画のサムネをね見てくれた皆さん分かってると思うんですけれども、なんとですね本日で共通テストまであと150日となりました。怖いよ、どうしよう。本当に、ね、怖いよね。本当にもう近づいてきて、それこそ焦ってる視聴者の皆さんも多いかなと思うんですけど、やっぱり多くの受験生が今のこの夏の時期ってもう二次対策で手がいっぱいというか、なかなか共通テストの方に避けてないかなっていうふうに思うんですけれども、でもやっぱりあと150日しかないわけなので、やっぱりねここから始めなきゃ間に合いにくいっていう、そういう科目もあると思うんですよ。ですので今日ねここにいる4人の皆さんには共通テスト、この夏から始めるんだったらどういう科目をどういう勉強法でやっていくか、まあ、それから自分自身もやらなかったんだけど、でももっとねこの早くから始めておけばよかったなって思うような後悔も含めてね話していってほしいなっていうふうに思いますから、共通テスト対策何からやればいいかわからないって思っている視聴者の皆さんはぜひね最後までご覧ください。それでは行きましょう、レッツゴー。まあその中にね、パスラボメンバーじゃないやついるんだけど、誰誰誰誰、メンバーではおい出てきたよ。違う違うよ。はい、どうした。いや普通にも最近よく出てきてるからね。余計ですね。でそうなんですよ、今日ね初めて出てくる新メンバーの方がいらっしゃいます。実はなんと共通テスト本番で864点取った。もうほんとね共通テストのどこから声出ましたね。共通テストの猛者とも言えるキクラゲくんです。お願いします。いや素晴らしい、初登場、自己紹介お願いします。神奈川の公立高校出身で、独学で東京大学、理科一類に合格しました、キクラゲです。はい、お願いします。聞きました、独学でかつですね現役合格ですからね、現役で東大に行く。独学だったらねマリカやっちゃうよね。やっちゃいますね。どういうこと。ちなみに趣味とかあるんですか。あ、趣味は、ロシア音楽ですね。すごい高尚な趣味だね。いやけど聞きたいね、聞くらげの共通テスト採算みたいな。そうなんですよ、864点も取ってると、うん、なかなかそんな受験生いないと思うんですけれども、まあそれを取った秘訣というか、この時期から実際に何をやっていたかみたいな話をじゃあお聞きしたいなっていうふうに思うんですけど、なんと聞くらげはですね理系なんだけれども国語が得意だったと、得点源だったということで、じゃあ実際に本番の国語の点数は何点ですか。190点です。190点。いけーいけーすごい。190点ね、これ本当すごいと思うんですけど、じゃあ190点どういうふうに対策してます。まあ11月頃になってしまうんですけど、うん、特に現代文はセンターの過去問を使って、分析をしていました。例えば、論説文では、うん、大きく4つの読解問題があるんですけど、うん、まあ、1つ目は、まあ、皆さんよく知っている傍線部の説明問題で、それから傍線部の理由の、説明問題、うん、なぜですかって問題ありますね、はい、それから大体最後から2番目の問題に来ている文章の構成や表現を問う問題、うん、それからここは見落としがちといえば見落としがちな部分なんですけど、主語や指示語について間接的に聞いている問題があります。それはちょっとなんかあんま聞いたことねない感じですけど、具体的にはどういうことですかね。具体的には例えば主語を問う問題というのは、うん、傍線部に主語が含まれていなくてそれを間接的に選択肢の方で解いている問題と、あとそれから指示語を問う問題というのは傍線部の中に指示語があって、うん、それを正しく言い換えている選択肢を選ぶ問題となっています。これらについてはすごく対策が簡単なんですけど、傍線部に主語が欠けていたり指示語が入っていたりする場合はもう真っ先に選択肢から主語に相当する部分と指示語の言い換えに相当する部分をもうチェックすればだいたい1つか2つに絞れちゃうんですよ。内容の説明とか理由の説明とかを検討する前に数2つとかに絞れてしまうので、ここから検討すればいいわけなんですけど、もう大抵そのどっちかはもう明らかに間違えてわかるので悩まずに1つに選べてしまうんです。まあその指示内容だったりとか主語の言い換えがちゃんとできているものを選び、まあ、そしたら2つぐらいになっていても明らかに片方違うということなんですね。すごいなんかシステマティックな、ね、方なんだけど、これは自分で過去問とか分析して気づいたんですか。はい、そうですね、いや独学ってすごいですね。そんなとこに気づけるって、独学で勉強そして東大すごい。おおどうした。視聴者の皆さんの声を代弁してくれました、はい、何年分ぐらいだったっけ分析してるのは。9年分分析しました。9年間ずっと
共通テストまだ1年なんで。だけどそれってやっぱ時間短縮にもね、なんかなりそうな解き方というか、はい、全てを見ずに、いやすごい、もっと聞きたいけどね、はい、確かに。でも実際にね、まあ、具体的な方法とかもしね、視聴者の皆さんの中に知りたいよっていう声、うん、たくさんありましたら、ね、動画に作ってほしいなというふうに思うので、コメントでねお待ちしています。はい、まあ、実際にそのじゃあシステマティックな方法を使っておくと結構もう安定するというか、うん、だいぶ高得点でねずっと安定してたんじゃないかなと思うんですけど、模試とかはじゃあ国語の点数どれぐらいだった？模試だとその対策方法を考える前に全て受けてしまったので、うん、もうどれも150何点とか。あ、じゃあその方法を実際に取り入れてからもう40点も上がったと。そうです。夢がある。確かに確かに。でもそれってお高いんでしょ？商業して販売するわけじゃないんで、商材販売じゃないんで。過去問は0円で見られます。あ、すごい。だけどね、頭を使った分析がねこれで聞けるっていうのは受験生からしてもすごいね。分析っていうのもうちょっとまあ早くから、夏休みぐらいから始めとけばよかったかなって感じですかね。そうですね。じゃあまた分析のやり方とか視聴者さんからコメントあればそういう動画を作ってくれるということで、うん、はい、ありがとう。ここまでね、もうほんと全国の受験生見てもキクラゲほどもう過去問分析したと言える人なかなかいないかもしれないので、本当にね素晴らしいなと思うんですけど、うん、じゃあちょっとですね、今度は文系いきましょうか。はい、このね、右側が文系サイドのお二人なんですけど、じゃあ、はい、よすけさんお願いします。はい、じゃあよすけから話させていただきます。そうですね、じゃあ僕の方から、まあ今、キクラゲの方からこう現代文の話もあったので、まあ現代文の方、僕からもちょっと軽くさせていただくのと、うん、また地位の方もちょっと話させていただきたいなと思います。うん、はい、じゃあまず現代文の方なんですけど、まあ結構今本当にキクラゲがかなり詳しく言ってくれたので、まあなんかあまり僕の方から言うことないんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕がやってたこととしては、こう選択肢がまあ共通テストの問題だと、まああると思うんですけど、できるだけ自分はそれに頼らずに、まずは自分で、まあ、大体80、70字から80字ぐらいで自分のこう記述問題として実際にこう解いてみるっていうのはすごいやってて、まあ、これをやると何がいいかっていうと、やっぱ選択肢に頼って結構2択まで絞って、それ結構最後どっちか選んで間違えるっていうパターン結構ありがちだと思うんですけども、まあ、これをやることによってもうこれしかないっていうね、ちゃんと根拠を持ってその回答をちゃんと導き出せてるので、選択肢見ても確実にこうもう1個だけこれしかないっていうふうに選べるので、まあ、そういうこう2個選んで最後消去法でこっちみたいな感じで間違えるっていうことがもうほぼなくなるので、その選択肢に紛らわされることもそうですね。ので、まあこれは本当に自分はやってよかったなっていうふうに思います。うん、じゃあ次はあと地理の方も話していこうと思うんですけれども、はい、地理に関しては8月16日の動画になっちゃうんですけど、8月16日の動画の方でもそう説明してるんですけども、いやもう人気動画ですね。はい、10万回再生ですね。言ってればいいなっていう。本当のね。そうですね。はい、あれなんですけども、それでもねちょっと軽く言ってるんですけども、分野別に解くっていうのを地理に関してはやってて、センターとかこう共通テストのやつやるとするとこう1年分をこうなんか時間計って解くっていうのが多分一般的なやり方だと思うんですけど、はい、まあ、僕はもうそれに関してはもう地理に関しては全くやらずに、こう例えば自然環境第1問が自然環境で大体こう地理の問題決まってると思うんですけど、その自然環境だったらもう自然環境のやつを一気にこう25年分ガッツ遡ってやるみたいな感じで、まあ、僕の場合は本当に本紙だけじゃなくてもう追試回すと本当に 25×2 でもう50回分やりました。50回もやったらそりゃもう得意にもなるし、大体分かってきますよね。そうです。本当にこうそれをやることでもうそのなんだろう、この分野だ、これまた問われてるよとか、だいたい同じところが問われたりとか、またその考え方、やっぱ地理ってこう思考力が大事なので、どういう風に考えていけばいいのかって、その頭の使い方っていうところもすごい見えてくるので、まあこれをやったことはすごい自分は良かったなっていうふうに思ってます。まあ、さっきね、キクラゲが、もう本当過去問研究の重要性というか、その効果みたいなところを教えてくれましたけど、実際に洋介は過去問研究していたし、横に、まあ1年分で投資でやるっていうよりも、むしろ縦にも時間複数年度の問題を同じ大問別でね、やっていたの。その方が、まあより効果があるかなっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあまた理系サイドに戻りまして、それこそね今年の、はい、はい、共通テストを受けてもらいました。さあ水原さんの方にじゃあ行きましょうか。はい、もう一緒に受けて、僕は810ちょいだったんですけれども、まあ、ただ一つ今回じゃあせっかくなら理科と社会について言おうかなと思ってまして、うん、理系で言うとやっぱ科学ですね。これは正直夏から対策したら全然安定するっていうのは思ってます。でどういうものかっていうと、なんか共通テストのためにやりますっていうよりは、共通テストの過去問が二次試験とかにも生きるんですよね。それで結構共通テスト科学とかセンターの過去問ってすごい標準的なレベルでいいようにできてるんですよ。例えばどういうものか具体的に話すと、まあ誤りを選べとかそういう問題がすごい多いんですよね。はい、あとやっぱ選択肢分析みたいなのは、僕も多分キクラゲもそうだと思うんですけど、結構かなりしてまして、うんうん、この例えばハーバー・ボッシュ法といえば、このパターンの正解はあるけど、過去にこのパターンで間違いがあったみたいなのを、僕は図説に戻ってそこに書き込んでいたんですよね。したら図説を見たら、あ、これ2006年のこの問題で×でなったやつだ。で、2000じゃあ模試で出たら、あ、これ前出たやつだみたいな、結構もうなんかキーワードを見たらこれだよ。
よねみたいな、あるあるで結構覚えるようにしてました。でそれがたまれば、科学僕受験生の時も100点か96点か、もうそれぐらいで、実際共通テストも96か7ぐらいだったと思いますので、うん、そこはですね、今からやっても悪くないんじゃないかなとは思います。いいですね、それ一箇所にまとめておくっていうのもね、後で見返しもしやすいですし、復習にも役立ちますね。そうですね、本当にだから6年後に受けた共通テストでもセンターの時に使って図説がすごいありがたかったというか、もう6年前の自分に感謝みたいな感じでしたけれども、でそれが社会にも実は僕応用できるかなと、はいはい、理系のね社会なんてそれこそ多くの受験生が、まあ、悩んでるというか、いつからね始めようか思ってると思うんですけど、うん、実際僕受験生の時は地理で、まあ、94点とこの前の、まあ、共通性を受けた時は初めて社会をやろうということで倫理政治経済を選んだんですよね、うん、で10月ぐらいから勉強したんですけど、まあ、全くゼロでよく分かんなかった。ただ結論を言うと僕97点取れたんですよ。ただそれはたまたまだったかっていうよりはちゃんと準備をしてて、どういう準備だったかっていうと、11月ぐらいにまず模試があったんですよね、ヨゼミの。2週間ぐらい前になって、やべえ倫理政治経済やってないとなった時に、これはやばいなと。2週間のこの模試までにちゃんと黄色の本は1冊やろうってな感じで決めて、時間制限設けてかなりやっていたんですよね。プラスちょっとやばいなと思って1問1答、まあ、この2つでやっていって、ヨゼミの1日前にまた黄色本を1周も4時間ぐらいさらって終わらせていったら79点ぐらい確か取れた、うん、そっから行ったんですけど、じゃあそれだとまた分析すると演習量が次足りないなってなったんですよね。演習量足りないなって思って、完全マスター倫理政治経済っていう、なんか単元別にそれこそ持ってるものをやっていたら、投資で85ぐらい取れて、でその後共通テスト直前は予想問題とかやっていったら97取れたっていう、また詳しくはどっか動画で、ね、話していければと思うんですけれども、そういう感じでやっぱりその期間をとか模試に合わせて絞ることで短期集中の連続でやっていけば僕はいいのかなとは思います。逆に NG としては模試があるのに何の対策もせずに受けるっていうのは正直ちょっと微妙かなと思って、うん、まあ、受けても損というかね、うん、受けてもそれはできないだろうっていうことで、受けできないことしかわからないです。そうだ、だから本当に別に単に絞ってもいいので、うん、なんかここの目標これだけは取ろうみたいな感じで、うん、ぜひこの8月9月10月まだまだあると思います、ね、はい、頑張ってほしいなと思います。いいですね、その模試に合わせてね、それこそまあ多くの受験生が始めなきゃって思ってるけども、重い腰をね上げなきゃいけないっていう風に感じてるかもしれないんですけど、その模試とかにしっかり目印があればまだ始めやすいというところもありますし、まあ、その模試までにね皆さんも、この範囲をね少なくとも終わらせたいなって思うものを決めてもらって、社会のね科目を少しずつ始めていってほしいなっていう風に思います。そしたら結構11月以降もまあ楽にはなりますね。そうなんですよね。はい、ありがとうございます。さあ、それではじゃあ最後にですね、金井さん行きましょう。お願いします。はい、これは仮想の話ですよ、僕受けてないんでね、うん、あ、そうですね、確かにね、センターとかも共通テストとかも受けてないけれども、逆に受けてない側としてどういう風な対策が必要かっていう風に、そもそも私立だったんで、あと総計目指してたんで、センターと共通テストはまあ自分重要視してなかったんですけれども、うん、はい、まあ、ただね、そうは言っても2日ぐらいやった時あったんですよ。なんかセンター試験に向け、当時センター試験だったんですけど、うん、はい、センター試験に向けてまあ勉強してた時期があって、うん、それっていうのがまあなんか英語がどうしても満点取れなくて、なんかそれで悔しくて何年分も解いたんですね、はいはい、2日間で。ただでも満点取れないんですよ。だそこになんか満点を取るために個人になって、ただもっと伸びしろあった日本史とかに全然時間かけなかったんですね。あとリスニングとか、はいはい、リスニング2日でどうこうっていう問題じゃないですか。伸びしろあるものからどんどんやってって、正直なんか満点っていうのは性格の問題あると思うんですよ。どうしてもおちょこちょいな一面が多分出ちゃう人なんでしょうね、僕っていうのは。まあだから1ミス、まあ、3ミスとかしちゃったりとか、満点を取るんじゃなくて安定して9割ぐらい取れる力っていうのがやっぱ大事なのかなと思うんで、まあ伸びしろある勉強をねガツガツやっていけばいいかなと思いますね。それこそじゃあ金井さん的にはリスニングはかなり伸びしろのある科目ってことですか。うわ、めっちゃあったっすね。私立だからまあいらねえやって思ってやらない人が多いと思うんですけど、はいはい、なんかリスニング鍛えてたら、まあ結構速読力ってめちゃくちゃ上がる。わかるわ。まあ、なんかトイック0点のさ、ヨスケからしたら0点点で0点は取れない、逆に難しい。そうですよ、速読力とリスニング力結構密接な関係あるなと思ってて、うん、まあ私立の人も鍛えといて損はないかなと思います。確かにそれこそね、もうこの共通テストになってセンターに比べると相当ね英文も読む量が増えたかなって思いますし、それ速読力ってかなり大事かなって思うんですけど、そうです、ね、さらに言うと、じゃあ速読を身につけるためには金井さん的に大事なことってありますか。まあ速読、まあ共通テストで言えばなんか実用的な英語のなんか使い方っていうか、まあ、例えば広告の問題とか手紙の問題とかあるじゃないですか、うん、まあ、そういったことは結構対策必要だと思うんですけど、それ以外で言うと速読っていうのはやっぱり毎日読んだ賜物とか、まあ、単
語とかね、そういった経験値だと思うので、はい、対策というよりかは毎日のそういった勉強頑張るしかないぞ、うん、と言っときますね。確かにその量ってかなり大事ですよね。まあ、早く読もうと思うっていう以前にまずたくさん読んだ結果、自然と読む速さが速くなると。そう、これ今順番が正しいというか、ね、それにつきます。やっぱりね、なかなか英語のね長文読めてないっていう人もいるかもしれませんけれども、やっぱり多読たくさん読むことを通じてね、その結果速読につながりますので、今からでもですね、まあ、簡単なレベルの自分が読みやすい長文からコツコツですね毎日読んでもらうというところを大事にしてほしいなというふうに思います。はい、ではありがとうございました。はい、ではですね、実はですね、まあ、今日はね、この共通テストの話だけではなくて、まあ、最後にお伝えしたいことがあるんですけれども、はいはい、実はですね、最近、夏休みの勉強時間に関してアンケートを取りまして、その結果が出ました。その結果の詳しい部分に関しては、本日のですね、20時にパスダコの公式ツイッターで流したいなっていうふうに思いますから、視聴者の皆さんはぜひ概要欄にあるリンクをですね、フォローしてもらって待っていてほしいなって思うんですけれども、ちょっと先にですね、全国の受験生の1日の平均の勉強時間だけ公開すると、この夏休み1日ですね、受験生は約9時間半勉強してるんですね。結構多いですよね。すごい平均でそれやもんね、はい、そうです。パスダコの視聴者の皆さんは大体それぐらい勉強してると、もうかなりねしっかりやっぱり真面目な人が多くて勉強頑張ってるんだなっていうことが分かったんですけれども、ただですね、もっと頑張れるだろうと思ってる方がこの中にいらっしゃるということなんですけれども、誰だ、誰ですかね。そんな柄ですね。ちゃんとあげるだけあげて。実はキクラゲそうなんですよ、めちゃめちゃね受験生の夏休みもう勉強頑張ってたということで、大体どれぐらい1日で勉強時間取ってましたか。最高で14時間取ってます。14時間。なんですよ、なかなかねやろうと思っても根気強くできないというか、うん、まあ、それこそ途中でね泣いちゃったりとか、まあ、勉強時間ねやっぱりモチベーション続かないっていう人も多いかなって思うんですけど、そのモチベーションを高くね保ちながら勉強続けていく、勉強時間確保するための秘訣みたいなところとありますかね。僕はスタディプラスというあの勉強管理アプリを使っていたんですけど、うん、はいはい、これで下級生の勉強意欲がすごいあの人とフォロワーの関係になっていて、うん、で僕があのその人にあの受験生である僕が負けるわけにはいかないと思って、うん、こういう教員のね人よりも勉強してないなんてちょっとありえないだろうというふうに思ったってことですね、はい、勝とうと努力して、うん、それでまあ14時間とか13時間あたりであの勉強時間が安定するようになりました。確かにね、夏休みってやっぱり一人で家で勉強してるというか、まあ、なかなかね周りの目とかがないところで勉強意欲保つの難しいと思うんですけど、いや今はね本当便利な世の中になりましたね。こうして離れていても、まあ、スタプラとかそういうアプリを使うことによって全国のライバルたちとも競い合えるということなので、ちょっとですね夏休み今勉強時間なかなか取れてないっていう方とか、モチベーションがねちょっと消えかかってるっていう人は、そういうのを使ってですね、まあ、しっかりと周りのライバルたちと競い合いながらですね勉強時間確保していってほしいなっていうふうに思います。はい、はい、ということでじゃあ今日はね以上になります。じゃ最後にじゃスバルさん締めをお願いします。ということで、まあ夏休みね、夏休み終わってこっからがまだまだ勝負のね続きですので、今回共通テストと言いましたけれども、はい、ぜひですね自分なりにバランスを考えてみて、突き進んでみてください。はい、ありがとうございます。あと150日でも夏休みはねまだきっと少しは残っていると思いますので、後悔ないようにしっかり頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ハロー YouTube。 人生は、箱に入ったたこ焼きと同じ、食べてみないとわからないものさ。パスチャレも解いてみないとわからないぞ。概要欄チェック。これも基本形を全てこの1枚にまとめてみました。これ1枚分かればかなり積分が得意になるはずです。